あ？おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰りなさい、春日さん。え？誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だな。あ、誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってー。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ、ほとんど見ねえし。マジかよ、めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。早速ですが、今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、一年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。
ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、ばっちり証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハロワクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい、頼むぜ用心棒。何、こいつ殴ればいいの。そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。っていうか、ストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ、マジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。勝手きやがれ。驚いた、強いなあんた。ありがとよ。そう睨むなよ、あんたに興味が湧いた。今度またやろう、こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル、足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。今難波も俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。なんてこった、一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても、査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな、融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。クソ、俺たち三人が急に職を失い銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。やっぱ
原因はこれか。たたらひそか、こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな、どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。で、タタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバーカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん、すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ、おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。
それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。あんたが春日さんか？浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああよかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いやそれが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ、嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキには真っ当な暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでも真っ当な職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は？実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え、頼ってきてくれた奴にそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。うわ、そんなバカな話あるかよ。変な期待持たせやがって。人を追うところでもいい加減にしろよ。おい、すまねえ、本当にすまねえ。ちくしょうが。ちょっと、あ、春日さん、お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。どうも春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、
俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくれる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ。そういう奴に出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言いや、それが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ええ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。
が清流会に行ったって情報は確かなのか？ああ、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ仇としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか、うん、足立さん。ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよあれや。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。そのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの。こっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああ、そうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。
こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー、アダチさん。おう。痛えな痛えな。さあ手やりますか。の、おい、こいつら変身したよな。は？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああ、そうだった。思い入れは結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。え？おい。絶好調だ。あの、いえ、
て。まあな。おう。はい。え？そうか。いいや。これ、橋の下に穴が見えるだろ。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで頑張る。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。
ここは青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー、後で文句言うんじゃねえぞ。勝ちに行こうぜ。あれだけ派手に暴れたんだ。連中血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。調子いいぜ。好き放題暴れやがって。この青龍会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。てめえの姫を打つのが楽しみ。やりますか。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、青龍会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで、人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が青龍会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。
すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。青龍会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、青龍会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年上皇だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの、例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴、学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは青龍会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は青龍会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。
地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についても。ですが我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか？正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志、本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか？ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。春日さん、ん？もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。